お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのキョスケバルーンデッキで、マルチねトラグの方やっていこうかなと思います。残りね、期間がどこや、さああと1日というわけでしっかりトラグをしていきたい。今170位で、まあ、73というわけで上がもう77いってましたね。早いんですけどちょっとね追いつかないといけないなと思いつつ、今シーズンはまあ2桁はねさすがに取りたいですね。はい、というわけで今シーズンからなんとこうクラロワリーグのまあ個人戦が始まるというわけで、今シーズンフィニッシュがね1000位以内に入った人にはこう予選大会に、まあ、世界大会の、まあ、に行けるためのポイントを稼ぐための予選大会みたいなのに参加することができるんですよね。さあ初戦からソロマンですね、これ中国のプロ選手ですね。はい、というわけでまあ、1000位以内は、まあ、どんだけ事故っても、入ります。入らないと、マジで終わるんで、1000位以内には入るんですけど、当たり前にね。まあ、2桁、まあ、なんなら1桁とか言ってますけど、とりあえず2桁上位を、確実にね、もぎ取っていきたいですね。タルババで待つってなると、スケラ、遅延スケラとかだったら、もう地獄級にきついですね。まあ、待つってことは何だろうな。最近のデッキ、ソロマン、キョロイとかよく使ってるイメージあるっすね。キョスケロイジェイとか、まあ、なんか、いやでも動いてこないっていうのがちょっとね、怖いっすね。これはま、お互い1分まで待ちかな。僕もこれ、こう守ってカウンターをするようなデッキなので、アイスイズプラス巨大スケルトン、そこにバルーンとか、をね、こう飛ばして攻めたいので、まあ、今僕は動くメリットがないですよね。というわけで皆さんもぜひね1000位以内ですね、フィニッシュが1000位以内に入ればその予選大会とかに参加できつつ、多分ね1000位以内に入るだけとかでもポイントがもらえたと思うんですよ。そう、そのポイントを貯めて貯めて毎月すごいあるらしいんでね、貯めると、最後のねなんか、まあ、大会の方に、はい、出場できると思いますので、ぜひ皆さんもマルチ上位狙いつつポイントをね、貯めつつ頑張ってもらえればいいかなと思います。多分ねクラロワニュースかなんかで詳細出てたと思うんですよ。そう、まあ、僕の説明だと多分ほとんど分かんないと思うので、ぜひねニュース見てチェックしてみてください。さあなんだろうな、キョロイ予想ですけど、アイビズ咲きたくなやば。さあゴボーリータルババなんだこれ、親衛隊のロイフグとかかな、ベビードロー、あエレジャイだ、エレジャイっすねこれ、間違いなくエレジャイ来た。いやエレジャイはね相性良さそうだけどな、正直なところ、正直なところ相性は良さそう。でもここでキョスケが処理されてしまうの嫌なので僕はここ延命します。で処理しつつ、いい、あいい取るね、さすがに。まあでもこれはさすがに通れないですね、相手も。鉄壁なんでね。で、これ、ライトニングは多分この辺打たれそうなんですよね。打ってこない。これ、バルーンを飛ばすと、施設取るねでキング起動されるので、僕は、一回バルーン、ディガーを飛ばして、ここにトルネを使わせてからのバルーンですね。さあ、使わない。さあ、でも施設が壊れたので、このバルーンのキング起動は難しい。さあ防衛ライトですが、これベビーが来る。いやー待って、俺の世界一微妙取るにした、世界一微妙取るにしたけど、待ってもう一発いける、いやーもう一発欲しい。世界で一番の芝取るね。いや焼き鳥にはかなわないか。さあダクプリー、いや完全流れは僕ですね。端前エレジャイのボムタワーとかにライトニング打たれるぐらいじゃないと僕はもう負けないと思うんですけど、さあ来る、もう高めとかに置いちゃって巨大スケルトンが戻って、巨大スケルトン戻れ、戻らない、いや戻る、そう戻るかお前、おーちょっと待って待って待って、いやいいんだけど、いいんだけど、なんか俺の思ってたのと違うな。いいんだけど、そう俺のね想定外な感じでね。さあこれもバルーン飛ばすだけだと思うんだけどな、まあ、ディガーで削ってもいいですね、ぶっちゃけ。さあ、ディガーで削りましょう。高めに置き、アイウィズを、いやさ、ライトで削ってくる。
ちょっとこれ怖いですね。左側警戒して端前レジャーライトっすね。相手はもう突破するのが。さあ耐えましょう。さあ戻ってくる巨大スケルトン。いやさっきからずっと戻ってきてんすよこいつ。うろちょろうろちょろしてんすよマジで。何がしたいのっていう感じで、これベビードラちょっと自陣にやって処理したい。さあさあさあ、いやすごいことになってる。じゃあ残り10秒なので僕はもう耐えれば勝ち。オッケー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 。これ3体目いけたな、巨大スケルトン。いやすごいカオスなことになってはいるんですけども、まあ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 、エレジャーユネクさすがにこれは勝ちたいところですね。はい、まあ相手のエレジャーライトが怖いんですけども、まあアイウィズ施設、まあさすがに巨大スケルトンもいれば、まあ、序盤になんかねバルーンミスったんですけど、あのタイミングで攻めが通ったのはね美味しかったですね。一発取って、まあ、逃げ切ることができたと。さあさあどんどん行きましょうか。この魚介バルーンで今シーズンは結構やってるんですよね今んとこ。そう、まあ、何のデッキ使うか、あと1日なんであんま変えたくないんですけど、あのマルチあるあるあるなんですけど、ラスト1日でもうね、なんでそのデッキみたいな、なんかもうマルチ上位のこう得意な人らがウォールブレイカープラスもう意味わかんない形とか、ディガープラス意味わかんない形とか、まあ、たまにこう、まあ、大型でもこうラスト1日だけ生まれる特殊型みたいながいるんですよ。そうなので、たまたまなんかそう環境がねラスト1日でゴロって変わっちゃうんですよ。本当にすごいぐらい変わるので、まあ、ラスト1日でいいデッキが落ちてたら嬉しいなっていう。拾ってね拾ってね、一回あるんですよね僕。めっちゃ昔にマルチやってて、迫撃が多分めちゃくちゃ強い時代、迫撃枯渇、もうガゴ群れアウトローとかコウモリギャングの迫撃ディガーが最強だった時代に、僕別に100何位とかって多分いたと思うんですけど、なんかねラバルヤナーメファイスピラバルみたいな、なんか意味わかんないデッキ落ちてて、フリーズ入ってたかな覚えてないんですけど、なんかそのデッキを拾って強そうと思って拾って、最後なんかもう2桁フィニッシュしたことがあるんですけど、なんかたまたまね神デッキ落ちてこいっていう祈りつつ、まあ、このデッキでもできるだけ上がりたいですね。さあアイスウィズ、いやアイスウィズ出るとちょっと基本的にダメなんですよね。なんかスケラかバルーンかクロスで、バルーンだったらミラーで、もうスケラかクロスだった時点で僕はね相性が悪い判定になるので、てかまあアイスウィズが出た時点で僕はねもう辛いんですよめちゃくちゃ。さあこれは何なんだろうな、これは。あー暴風してきた、いやスケラですね、ポイズンなので遅延スケラデッキ。さあ、まあ、これはほどほどにちょっかい出して、まあ序盤はディガー削りかな。これなんでここで遅延スケラ引くんだ。今シーズン遅延スケラは、まあ、いるっちゃいるけど、そこまでねめっちゃいるとかではないと思うんですよね。よし、まあボムを置いてベビドラで守りたい。アイウィズベビドラで守っちゃおう。ちょっと過剰ぐらいがねちょうどいいっすね。でポイズン打たれるけど、まあ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 耐えればいいでしょ。まあ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 、こんな感じで僕はバルーン飛ばすと施設トルネで金額動されちゃうんですよ。でもうそっからはダメージマジで飛んなくなるので、僕はバルーンは飛ばさずにディガーでずっとチョックかけて、後半になったらタワー裏にディガーを飛ばします、わざと。でそのディガーにトルネードを使わせる。そしたら、そのタイミングでバルーンを飛ばしてみたいなね、そういうちょっとおしゃれな技をしていきたいです。さあ来るよね絶対。でこれはまあベビドラとボムでほぼ守れると思うんですよ。で一応タルも転がし、さあ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 、いや痛すぎ。でまあディガーで削る、いやこれの繰り返しですね本当に。で受けられる、いやーやだよーこれやだよー。さあベビドラ来る、さあボムと、これタルマビいらない説あるっすよね僕。
思ったんですけど、いやボムがもうちょっと受けてくれると嬉しいんだ俺は。さあからのディガー、うん、ディガーで削る。よし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 。いやめっちゃいい流れ、いい流れ。あれだって行かれると思うんですよね。いやベビドラ、ベビドラ行かれて欲しかったな。残ってんだ。なんかでマスケラ警戒、よしよしよし。いやこれワンチャンポイズ打ってくんねえかな、さすがに。いや打ってきた。いやこれあると思うけどな。で飛ばす、いやそこか。で取るね、使う。いやボムがちょっと邪魔ですね。いやここ一回我慢して、これ攻め取るねで、ベビドラの攻め取るねで、オッケーオッケー。いやベビドラの範囲来た来た来た。えちょっと待って、俺うまい、ちょっと待って、うまい、マジでうまい。さあで D が飛ばして、あえてこれ受けないといけない。ボム置いてタルババ今トルネ使ったっすね。相手トルネ使ったんで、バーバー、待って待って、ボムボム、マジでマジ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 。いやこれ勝ったらやばい、本当にやばい。いや勝てそう。でもいやこれトルネでボムを壊して、よしよしよし。さあ端前これタゲ取らしたらダメっすね、スケラの。よしよしよし。いやこれは耐えれる、絶対耐えれる。耐えれないわけがない。いやあとはもう祈ること、祈ることは大事。バイベンザーリーデル祈れ。オッケーオッケーオッケー。はい、キル入れる入れる。あと一発、あと一発、あと一発。よしよし、後ろからいっぱい出して。いやこれなんならバラン飛ばしちゃってもいい。いや相手これ諦めたっすか。いや狙ってる。いや諦めた。オッケーオッケー。いややばい、きつい、きてるきてるきてる。これすごい。いや遅延スケラに勝てるのはマジででかい。いやでももうなんか立ち回りをちょっと理解したまでありますね。もう序盤にバルーンをずっと飛ばさずにね、ディガーで削りつつ、イモってイモってみたいなね、あの裏ディガーでわざとトルネードを使わせるとめちゃくちゃね、なんかいい感じになります。多分序盤からやっても意味ないんですけど、まあ、後半に入ってディガーで削って削ってみたいなね。いやー、あっつ、激アツ。あそこのねベビードラのダメージを通す攻めトルネード、奥にねタワー付近に全部ユニットまとめる。いやあれやべえな、激アツっすね。さあよろしくー。あ、これあれだな、多分日本人の一つだね。で、あれなんですよね、ババコやチエンスケラが今ね、なんかゴレが多分多くて、ゴレメタでババコやチエンスケラが多分いるんですよ。で、そのデッキだと思うんですよね。いや、なので、あ、またチエンスケラっすよ、本当にハードっすね。今日のマッチングめっちゃハード。これ勝てたらやばいけどな、さすがに無理か。まあ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 、頑張りましょう。さっきみたいにね、ワンチャンがあるので、頑張りはしますが、さあもうポイズン削り、まあ、ババコヤがね、嫌ですよね。僕どうしてもね。さあ、ナイト。さあ、ベビドラ。これまあ、スケール打たれたらベビでいいかな。あ、ボムでいいかな、ボムで。さあ、打っては来ないと。で、バルーンとか飛ばしたら、小屋があるんで、これはね、一回ディガー削りですかね、これ。キョスケ、タゲ取ってくんねえな、あれ。まあいいや。このキョスケ対応してきたのも、なんか、やられてくれるとかないかな。さあ、いや、暇すぎる。いや、これは、この小屋を、ちょっかい出しとこう。さあ、延命してくる。いや、この小屋延命、ちょっとめんどいっすね。さあ、ボム置く。で、ここはベビで、守れると思いますね。で、タワーもスケラを殴るので、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ。いや、まあ悪くはない。悪くはないが、またまたあれ、はあ、大変だ。いや、これさては来た。これさ、ババコヤ回んないっすないかな。回る？これババコヤ回ったら終わりなんですけど。いや、回んないっすね。あ、で、普通にトルネでキング起動かな、これもしかしたら。いや、一発も、あれか。キング起動は、っていうよりかは、一発受ける方が嫌だったって感じですかね。さあ。これちょっとあれですね。残したいですね。巨大スケルトン、ここで。
残して、でベビドラでちょっかい出しつつ D ガーで削っていきます。いやこれだ、立ち回りが分かったかもしれないマジで分かってきたかもしれない。で調子乗ると俺僕すぐ負けるんでね。さあ引っ張って処理します。で後ろに下がる、いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、ベビドラがずっと飛んでる。さあベビドラゲーしてる。で相手も、いやこのボーポイはね素晴らしいですね。で僕はディガーで削ります。でこれババコは多分相手起きにくいと思うんで、このタイミングでバルーン飛ばします。でこれ全部引っ張って、全部引っ張ってさよならして、いやマジである、これ鳥の後ろで避けるしかない。一回ステイ、いやほどほどにね、ほどほどに行く。これ後ろ置いて、よしこれベビーいれば、ベビーいれば大丈夫。よしよしよし。でいやダメージ追いつかれたな。さあアイウィズディガー、相手はバルーン用に内側に置いてますね。あれが壊れるタイミングぐらいで行きたいっすよね。相手もこのババコ延命うまいっすね。いやでもこれで壊れると思うんすね。とアイウィズ来い、アイウィズこっち来い。いや惜しい。まあ取るね。さあさあこれ端前止めていいっすね。でベビドラ出して、あのタルババやばい。さあで裏とかに飛ばしちゃって、これ全部トルネで、よしよしよし。で端前止める、これ繰り返しかな。アイウィズタルババまで打って、ベビドラも出して、でディガーで削る、でトルネで全部無理やりタワーダメージも入れる。よしよし。でこれバルーンとか飛ばしちゃって、気合でね、気合で飛ばして、いやマジだる、マジだる、マジだる、本当に動画とかもどうでもいいから勝ちたい。あのマジ本当にやばいやばいやばい、竹が悪い、竹が悪い、これワンチャン攻め取りに来る、やばいやばい、ポイズン切んない、やばいやばいやばい、バコ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 、おお、お前竹が悪いって、おい絶対耐えれた。いやでもすごくないですか、こんなにいけるんだっていう。いやできえな、これこれ頑張ればいけますよ。後半のね、なんかねバルーンもうちょっと飛ばしてよかった。キョスケバルーンを組んでディガーまでいけると多分よかった。なんか単体になってたんですよね後半。いや惜しいな、いやめちゃくちゃでかい。これゴミ相性ですからね、あの遅延スケラ系は。マジででも2連チャン遅延スケラでなんなら勝てたな。はい、いやちょっと悔しいですねと、まあ、いうわけで、いや遅延スケラ当たったらいつももう泣いてたんですよ、本当に本当に泣いてたんですけど、なんか巨大スケルトンが施設の辺に行ったタイミングのバルーンですね。そしたら相手施設トルネでキング起動できないので、こう、まあ、いい感じにねトルネで集めて爆破に巻き込みつつ、よしよしよし。いや立ち回りがねちょっと覚えましたね。さあそんなわけでね、まあ、ラストここでもなんなら遅延スケラ来いよっていう遅延スケラ引いて倒したいですね。いや倒せないんですけどね引きたくはない、引きたくはないか。とりあえずなんか来ないかな、いい感じの相性ロイホグとか最近ちょっと多いんでね、はあ、引けるといいかなと思います。さあうわこれ大トロですけど、ジンギカロイカ遅延スケラです。このサンドボックスっていう海外のめちゃくちゃうまい人なんですよ。そう韓国かな、めっちゃうまい人で、なんかねジンギロイジャイ、いやこれロイだな、キング起動するが、まあロイなんでそんな関係はないが、まあまあまあ、もう一発、よしよしよし。いやー危ねえ危ねえ危ねえ、いやこれ勝ったら激アツだな。多分ゴーストなのがちょっとね僕としては助かるというか、なんかスケールSP型がいるんですよ、高回転バージョンみたいな。それはねちょっときついんですよ、ロイが意外と止まんない。いやでもねマジでうまいっすよ、バカうまいっすよこの人マジで
バカうまいんで、ちょっとね。いや、しかもこれ勝ったら40コースなんすよ。よし、キョスケ。いや、このね、もう逆サイドをすぐ攻めてくる感じですよ。さあ。わあ、すごい。いいトリトンだ。アイスイズを引っ張りつつ、このね、巨大スケルトンも引っ張ろうとしてる。贅沢な野郎や。贅沢な野郎や、あいつは。で、ん？ああ、いいエレキ。贅沢やな、本当に。まあ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 。序盤のね、このダメージはいいんですよ。まあ、キョスケとかさえったらすぐ逆サイロイ来るのがね、いやらしいっすね。で、トリトンで全部回収か。僕はもう後半ですね、2倍タイム入って、カウンターバルーンディがワンパーンっていう。エリアで取ってるけど、攻めれねえな、これ。さあ、ゴースト。で、多分これはまた逆サイロイなんですよね。ボム置いて、いや両サイ削らしてるのはいい流れで、多分トリトン真ん中来るんで、そうっすね、これ引っ張られる手でバルーンを飛ばします。そしたらキョスケいるんで出しにくいんですよ、相手対空。あ、なんか地味に巻き込まれねえな、あれ。これ一回待って、いや一発入ってる。いや、できえできえできえ、いや、できえできえできえ、いや、できえって。でかすぎ。でかすぎ、でかすぎ。で、一回耐える。まあ、相手はエレキかなんか出すと思うんですけど。いや、これ、ちょっと嫌っすね、この。なんもユニット出してこない感じ。うん、僕はもう待つしかないんでね。あ、いて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 、ハンター。まあ、ディガーで削りつつ。よし。いや、流れはいい。これ、キョスケで受けたら、めっちゃいい。分かってたらロイ来そう。あー、ここでバルーンを飛ばせない、飛ばさせないロイっすね、これ。いや、そのロイはうまい。で、ベビー入る。いや、でき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 マジでできん。これ、ボーイディガだったかな、もしかして。ちょっとやばい気がする。いや、お前引っ張んな、そこ。優秀か？いや、これどっちか来るぞ。いや、これだけはマジで勝ちたい。いや、もうタイミングが分かってですよね、僕がこのキョスケとか出すタイミングが。ちょっと下げちゃって、これ入れたらダメ、入れたらダメ。でも入れなければワンチマジだろ。これベビーがお願い。いやー、いいエレキ。相手ベビードラッグクリストですね。これボーディが使った方がいいかも。で、一個上にすると、相手にライト打てない。さあ、そっちに、やべえ、これ一発許容。え、二発？いや、バカ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 。これちょっと攻め取るねで仕掛けます。いや、一回待っていいな。ディガー削り。いや、終わったくせえ、これ。待って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 。おー、マジかよ。マジかよ。やめてくれよ。これボムだった？いや、ワンチャン？いや、いや、さあ、勝たしてくれよ。いや、これはね、わかんねえな。相手が上手いとしか言えないんですよ。しかも14しか引かれねえ。勝ったら46っすよ、みんな。勝ったら46やばいっすよね。まあでも、こんなのがうじゃうじゃいるので、これにね、ちょっと勝てるように、はい、頑張っていきたいなと思います。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。